オントンジャワオントンジャワ干渉の一オントンジャワ干渉は南西太平洋ソロモン諸島領の干渉。ルアンギガとも呼ばれる。世界でも最大級の干渉である。ロードハウ干渉と呼ばれることもあるが、ロードハウ島との混乱を招きやすい。行政的にはソロモン諸島のマライタ州の辺境部であり、この国の北端の地となっており、山体サベル島の北部から、 北北東2 5 0トルほどの位置に存在する。一番近い陸域は抜く、マヌカン渉であり、オントンジャは干渉北端から北に4 0トルほどしか離れておらず、歴史的に密接に関係しているが、現在はパクアニューギニア領となっている。オントンジャワ干潮は干渉はおむねブーツ型である。干渉の合計面積は1400平方キロメートルほどであるが、 陸地面積は12平方キロメートル程度である。122以上の小島が点在する。島は干渉州島であり、標高は低く、最高標高でも13メートル程度である。おおよそ2000人が干渉に居住し、住民が多く住む村が2カ所あり、東端のルアニウア島に約1200人、北東のペラウ島に約800人が居住しており、人口は密集している。 この島にはおおよそ2000年前にポリネシア人が定住を始めたとされる。主な文化と交易は抜く、マヌカン賞の住民との間で行われ、両干賞の住民は多くの文化的類似性を共有している。最初の欧州人による発見は、スペイン人探検家のアルバロデ・メンダー・ャデネーラによる1568年2月1日の発見の可能性が非常に高い。 彼らは、干渉の島々をスペイン語で、聖職祭の聖女の集まりを意味する、ボホスデラ・コンデルリアとして記している。その後の欧州人による、検証可能な発見は1643年のアベルタスマンによるものであり、彼によって、オントンジャワと名付けた。しかし、1791年のジョン・ハンターによる、上陸まで島に足を踏み入れた、欧州人はおらず、 彼はこの干渉をロードハウ干渉と名付けている。1893年にドイツ帝国が干渉の諸島を併合し、1899年にイギリス二条とされた。現在の干渉の住民は、ここや首都タロイモの栽培や漁業によって自給自足の生活をしている。2005年に禁止されるまで主な収入源は、 生こと二色渦貝族の貝の香港への輸出であった。また、コプラの生産なども行っている。エリグロアジサシなど多種多数の海鳥が生息しており、繁殖地ともなっている。ルアニュアの大きな墓地、宣教師、ジョージ・ブラウンによる撮影、オントンジャワは、生きがいポリネシアであり、ソロモン諸島に近いメラネシア諸島の位置にあるにも、かかわらず、住民は、 ポリネシア系の特性を保持している。以前は男女共に体中に精緻な入れ墨を入れていたとされる。干渉内では、ポリネシア諸語のエリス諸語に属するオントンジャワコが使われており、二大人口集積地のルアニウアートッペラウのそれぞれで方言が使われる。19世紀半ばにイギリスの宣教師、ジョージ・ブラウンが島を訪れ、ポリネシア人の住民について書いており、 ルーアニワなどの場所に触れている。彼は、オントンジャワにおける二集団性の社会様式について記録しており、これに基づいて、サモアでも同様に、族外婚集団が、かつて存在していた考えられると推論している。住民の最初の詳細な研究は1908年から1910年の間に行われたドイツ南洋科学遠征の間に、ドイツの民族史学者、 エルンスとサーファーットとハンス・ドムによって行われた。遠征では、オントンジャワとヌクマヌの両干渉に訪れ、研究を行い、研究結果のルアン・ジャイア・ウントヌクマヌは1931年に公表された。彼らは、干渉の名前とされるロードハウもオントンジャワも間違っていると主張し、研究の中ではこの干渉をルアン・ジャイアと呼んでいる。ジャック・ロンドンは最初この干渉を、 ウーロン干賞と呼んでいた。後に彼は小説で以下のように書いている。今まで誰もロードハウ、時にオントンジャワと呼ばれるここに来ていない。トーマス・クック・サンはそこへの旅券を販売しておらず、旅客はその存在を夢見ない。白人の宣教師が海岸に上陸したことさえない。五千人の原住民は彼らが原始的であるのと同じくらいに平和的である。しかし、 彼らは常に平和的なわけではない。水路市では彼らは敵対的で不実であるとしている。しかし水路市を編纂した男は住民の心を動かした変化を聞いていない。住民はそんなに遠くない昔、大型バークを遮断し、二等公開市を残してすべての人手を殺した。この事件を生き延びた第二公開市は彼の同胞に知らせをもたらした。 三隻の公益スクーナーの船長は生き延びた第二、航海士と共にロードハウに戻った。彼らは船を整然と証拠の中に進め、白人男性のみが白人男性を殺すことを許され列島主は干渉すべきではないという白人男性の心情の説教を進めた。スクーナーは証拠を行きつ戻りつ航海して蹂躙して破壊した。狭い終島からの逃げ場はなく、 避難するための茂みもなかった。島民の男性は即座に殺され、正順からは避けられなかった。村は焼かれ、カヌーは破壊され、鳥や豚は殺され、貴重なヤシの木が切り倒された。一ヶ月間これが続き、スクーナーは去った。が、白人の恐怖は、島民の心に焼き付き、二度と再び十分対面に、関わる無謀なことを行わなくなった。 1927年にシドニー大学の人類学者イアン・ホグビンが訪れており、1934年に研究結果が発表された。ありがとうございます。